皆さんは谷根千と呼ばれる場所を知っていますか？東京を代表する散歩スポットとして有名なところです。東京の谷中、根津、千駄木の3つの地区を合わせて谷根千と呼ばれています。実はこの谷根千は昔の古い町の雰囲気が感じられる場所として有名なんです。今日はこの谷根千近くをぶらぶらしてみます。スタートは JR 日暮里駅からすぐの谷中銀座です。短い商店街ですが、個性あふれる店が並んでいて、食べ歩きをしている人も見かけます。ここではあちこちで猫が迎えてくれます。また、近くには招き猫のお店とか、猫のギャラリーとかもあるので、猫好きな人は散歩のついでに立ち寄ってみてはどうでしょうか。この街で面白いのは、歩いていると意外な場所に出ることです。この辺りは家がくっついていて、細い路地が多く、まるで迷路のようです。路地と猫といえば、思い出すのがジブリの映画、猫の恩返し。私の大好きな作品です。残念ながら、映画の中にいたような白くて丸々太った猫はいませんでしたが、もし出会っていたら、私も猫の国に行けたかもしれません。谷中から少し歩いて、今度は根津神社まで足を伸ばしてみます。道の途中にも奥まったところに小さいお寺があったり、ちょっとした発見も楽しいです。根津神社に着きました。入り口に大きな赤い鳥居が見えます。ここは1900年の歴史がある神社で、観光客だけでなく、地元の人にも愛されて、一年を通じてたくさんの人が訪れる場所です。神社を入って左側に千本鳥居と呼ばれる鳥居が並び、その先に乙女稲荷神社があります。乙女は若い女性という意味で、恋愛の神様として、ここは特に女性に人気が高いと言われています。少し前にインスタ映えという言葉が流行りました。これはインスタグラムなどの SNS に載せた時に目を引くような写真のことを言います。谷根千散歩で写真を撮るなら、まさにここに限ります。谷根千には他の人には教えたくないくらい素敵な場所がたくさんあります。皆さんも日本でお気に入りの散歩スポットを見つけてください。